はい、あ、ここが書く気で、はい、おかしくていやでもいいですよ、はい。お客様に喜んでもらえることの方が重要なんですよ。作品撮りじゃないんで。働く女性を映し出すドキュメンタリー番組ファム北海道第1回目は株式会社光栄堂代表取締役兼カメラマン田上麻子さん。昭和14年から続く老舗カメラ屋さん、今年2月にスタジオルームをオープンさせ、記念写真のほか花魁になれる変身写真やマタニティフォトなど様々な取り組みを行っている。やっぱりやりたいことのためにやらなきゃいけないことがその何倍もあって、それをこなして初めてやりたいことがやれるんで、そのために使う時間の調整っていうのはやっぱ自分でやっていかなきゃいけないから、そこは気をつけてますかね。おはようございます。フェイスブックで私の個人にもメッセージ来て、いつ申し込みできますかみたいな方も多いんで、こういう感じで全部写真とか載せてるんで、こういうイベントもこういうふうにイベント撮りますよとか、これ撮った実際のお客さんの画像だったり、あとこういうイベントもここでアップして、あとこれ撮ったお客さんの写真をこうやってパラパラ紹介していく感じですね。メールとフェイスブックをチェックするとすぐさま経理へ取り掛かった。支払わなきゃいけないやつはまだこっから来るから、取引歴書が入手金そして、すぐスタジオを出ると光栄堂へ日経表を受け取りに行った。おはようございます。待ってて、あ、はい、いいですよ、はい、はい、OK です、お願いします。いいですか。はい、お疲れ様です。あと今日、アルバム持ってくるの何点かあるんで、あれをまた受け取りこっちでお願いすると思うんで、何点か持ってきます。じゃあお願いします。お疲れ様です。できるだけ撮影の時間を増やしたいと思うから、もうジムだったりはできるだけ手短に済まそうと思うから集中してやったりもするし、できるだけ人と接する時間とか、もちろんやっぱスタジオなんで撮影できる時間がもっともっと多くなきゃいけないので、そういうふうに時間作りは自分の中で調整はしますね。だらだら余計なことはしない、うん、すごいそれは気になってました、はい、多分せっかちだからですよね力強く早い仕事をする、田上さんから感じるエネルギーこそが仕事スタイルでした。そして午後からはいよいよ撮影、疲れないように撮りますから、はい、してファンタジークラスはこれ使いたいな、赤こっちで、うん、そこの前に乗せてあげてほしいなと。なうん、こういう感じで足伸ばして、はい、こっちから撮ったりこっちから撮ったりしてきます。でカメラ目線見れますか、顔くっと向いて OK です。そうです、はい、うん、いいです、はいはい、あ、ここがかっこきれい、はい、じゃあ目線今度ここください。そうです、顎引いちゃって OK です。もうちょっとです、こっちから、そうです、はい、ちょっと顎上げちゃって顔は閉じないように、そうです、その辺です。で、はい、口元にっこりいきます。そして今度目線ここの手の開ください。そうです、うん、いいです、はい。でさっきの節目な感じが、はい、こっちだって、この角度もすごい綺麗なんですよね。して傘これ入れて、大丈夫ですか。いろんなパターンで撮っていくんで、引き続き次の撮影の準備へ。まずちょっとどうぞ。クラちゃん、まずお着替えその後ご案内してあげていいですか。お母様メイクってされてきてます。クラちゃんちょっとメイクを少し足してあげてください。よいしょ。そい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 。
どう思います？いやでもこの色も藤色なんで、お母様の色が、ちょっとじゃあお母様が持つ感じにしてもらって、はい、そうです。でちょっとだけ2人が向かい合わす感じですね。こう向かい合ってください。そうですそうです。ちょっと記念日らしく向かい合う感じにしてもらって、そしたらお二人見つめ合う感じの1枚撮りたいと思います。そうです。ちょっと2人で笑い合う感じの、はい。おかしくて。いやでもいいですよ。はい。撮影しててもお客さんなんですけど、もちろん喜んでもらいたいっていうのもあるし、やっぱ会話していくとこう打ち解けでいい写真とか撮れていくじゃないですか。だからそこでなんかこうカメラマンとしてどうこうっていうのはもちろん大事なのかもしれないんですけど、私本来の撮るスタイルにやっぱり自分らしさだったりっていうのを出せたら一番いいんじゃないかなと思っていて、向こうも早くこっちにこう馴染んでほしいっていうか、そうやってやっぱり自分がこう馴染んだ姿勢を出さないとそういう風にはならないので、なんだろう、その距離感をできるだけ縮めて撮ってあげたいなって、その方が多分その人たちの素の顔がいい顔が撮れるんじゃないかなとは思ってます。はい、行きます。はいはい、ラスト行きます。はい、うん、OK です。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。撮影後、田上さんは先日撮った結婚式の写真の整理を始めた。すごいアットホームでよかったな。大事な石を取り逃さないとか、まあ、お二人写すのはもちろんなんですけど、こういうシーンもあったらいいよなとか、まあ、どういうシーンでもやっぱり本人たちにとっては結構思い出だったりするんで、あまりどこも逃さないようにやっぱ撮っていってますね。私も撮った絵を帰ってみて、うん、はい、思わず笑ってしまうこととかありますよね。もう今まさにそんな感じです。写真プリントが出来上がったと連絡が来たため、再び光栄堂へ。こうやって色チェックして、はい、やっぱ赤みが強く出ちゃったりするんで、うん、画面で見た色とちゃんと同じかどうか見て、で今で見たらだいぶ OK なんで。水口さん、これ色補正してくれてます？これうちのおじいちゃんおばあちゃん、これ家のやつも売れるんでね。そしてここに私がいたりするんですよね。なるほど。こういうのだったりとか、これ友達になってもらったりとか、なんせあの照明写真が私なんで、はい、ギャグなんですよ。さあ、モデル使ったらお金かかるから、何でも自分で出た方が。この下変えようかな。あれ、ここにあったら分かんないよな。たまにこうやってちょいちょい出てきては配置を変えたり勝手にするんですよね。見てもらわないと分かんないからさ。あれが全く見えてなかったんで、それじゃ宣伝ならんだろうっていう話で。もし可能であればうちのホームページ、はい、戻るとすぐに雑誌編集者と打ち合わせだ。この番号が欲しいって言ってもらえれば、はいはい、このお店でもらえるようになってますっていうふうにできるので、そうですね、イベントの時はそうしてるんですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、分かりました。何らかのものを持ち帰ってもらいたいなっていうところがあって、はい、あ、私ですか？なんていうところで、何するんですか？でですね、まあ、現場に立っている時と、あのお客さん接している時と、会社でやっぱりあの従業員に接している時とか、あとは例えばはたまた営業に出て外に出ている時っていう、いろんな面を持ってなきゃいけないんですけど、なんかこの時はこういう風にしようって特別気をつけてることはなくって、なんでしょう、なんか思ったままを伝えている部分がどのパターンにも多いんで、なんかここだからピシッ、ここだからピシッってそこまでないんですけど、ただやっぱりオンオフ分けなきゃなっていうところは分けるように気をつけてます。林
早い人の方が楽なのね。ダーッと、ダダダッと、すいません。どれくらいかかるんですかって言うから、はいはい、30分もかかったんです。話をしていて。よかったです。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、お願いします。パワフルに3倍速で働く田上さん。一体その原動力とは？実は撮影中何度もその答えを言っていた。でもお客さんをきれいにすることが仕事なんで、私なんか別にどうでもいいんですよね。基本やっぱお客様に喜んでもらえることの方が重要なんですよ。人に喜んでもらえる仕事がずっとしたいと思っていて、あ、撮影って人に喜んでもらえるっていうのがあって、この仕事がすごい楽しいし、やりがいがあって自分に向いてるなと思ってたんで、撮影をもっともっとしていきたいと思って、こういう風にスタジオも作ってっていう感じになっているんで、やっぱり現場にいる時が一番楽しいですよね。やっぱり長い会社でやってきたんで、やっぱりもっとみんなが一致団結して創業100年目指して頑張っていけたらなと思うので、私は今のこの形が体力の持つ限りはベストかなと思っているんで、現場にも立っていろんなことやってっていうのがまだまだやっていけたらなと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ちょっと顎引いて、はい、はい、して目線こっち、はい、トリ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 。はい